一番違う社会はインドであると言ってるわけですよ。いわば日本では大学入試っていうものがいわば出自とか階級とかの違いすらもこういわばちょっとろ過して無効にしてくれる組織になっていたと、このグローバル化の中で日本の縦社会というかワンセット主義の欠点がもろにやっぱり出てきちゃいましたよね。つまりこう日本人は要は分業するのが下手くそであるって話ですよね、皆様こんにちは。本日は与那覇淳先生と小澤雄一先生にこちらの中根千恵さんの縦社会の人間関係、こちらにまつわる講義をいただきたいと思っております。両先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。非常に有名な戦後日本を代表する学者の方が書いたかつベストセラーになって非常に大きな社会的影響力を持った本であるわけなんですけれども、この縦社会の人間関係というのは他の社会と比較した上で日本社会の特徴を一言で表現するとしたら縦社会だろうとこう言ったということで知られる作品なんですが、どうしてもこう縦社会と言ってしまうとついつい思っちゃいがちなのはこう上下関係に厳しい社会みたいな体育会系みたいなのが、まあ、なんかそういうものを想像しがちなんですよね。ところが縦社会の人間関係、おそらくですね縦割り社会の人間関係みたいに書いておくとおそらくより誤解が少なかったであろうと、まあ、縦割り行政的にこう人のアイデンティティがあなたはここの場所にいる限りこういう身分なんですとかこういう仕事なんですというふうに縦割りのように仕切られた一箇所にしか人が所属させてもらえない社会、それが日本だという意味を、つまり居場所が一個しかない誰にとっても社会の理論とこういうふうにお書きになっているんですね。実は中根さんは縦社会の人間関係というこの本の中で日本と一番違う社会はインドであると言ってるわけですね。いわば縦社会の典型が日本である、そして縦社会の逆にあたる、まあ、横社会ですよね、いわば横社会の典型はインドであるっていうのかな。まあ、確かにやっぱ日本文明っていうかそれ比較する場合って大体日本とヨーロッパを比較するとか日本と中国を比較するみたいなのが多いので、そういう意味では日本とインドを対極に置いたっていうのがまあ中根さんの独創性というか特徴かなとは思いますね。じゃあ何がどう逆なのかというと、日本人はこうアイデンティティを場に置くのであり、逆にインドは資格に求めるのであると、つまりこうここに属している、この場所に一緒に属しているっていうのが日本においては大事なのに対して、インドの場合はまあこれ典型的にはカースト制度ですよね。どこのカーストに属しているんだということが大事になってくる、これがこう180度逆なんだっていうわけなんですよね。それでいうとその日本とインドの対比としても印象的な事例が書かれているなと思うんですけれども、嫁姑喧嘩みたいなのがあるわけですよね、どこの国でも。おそらく日本の場合アイデンティティというのはこう場に置かれているので、つまり嫁入りしたら嫁入り先の人になるっていうのがこう日本の家族形態であるので、そうするとこうお嫁さんだけがよそから来た人ですから、新しい家の中でこう孤立してしまって、まあ、例えば姑にいじめられても誰も守ってくれないみたいなことがこう起きがちなんだけど、インドのこう嫁姑喧嘩っていうのは全く違うんだと。どこかに嫁入りしたからといって元の親族集団とのつながりは切れないし、さらにその嫁と姑でこう言い争ってると、やっぱりインドは場じゃなくて資格で動く社会なので、周りにいる家中の嫁さん同士が同じ嫁って立場だから応援してあげないとって駆けつけ、逆に一方で周りにいる他の家からも姑が駆けつけて、要はその嫁軍団 VS 姑軍団のなんかこう戦いになるんだと。嫁という資格で活動している人と姑という資格で活動している人同士の争いになるので、日本ほどまあ嫁が孤立しないんだみたいなことがこう書かれていたりするわけですね。だから上下関係だけの問題じゃない、むしろそのメンバーシップをどう作っていくかっていう話ですよね。こう人と人とのつながりを縦方向で、つまりは縦割り行政的な、とにかく今この場所にいて他とはつながってないですっていうふうに人とのつながりを作るのか、それともいやいやこの嫁っていう立場だったり資格で言えばみんなよそにも同じ立場の人いるじゃないですかっていう、アイデンティティや集団を作る原理の問題として縦横と言ってるんだってことがこうまあ分かってくるのかなという気がします。どんな社会もその社会なりにいわゆる能力主義とか競争みたいなものにこう適応していくんだけど、日本はやっぱり社会の在り方自体が他と違うから独特の能力主義、独特の競争になっていくっていうことなわけだから、その在り方の一つがつまりこう日本人はこう要は
分業をするのが下手くそであるって話ですよね、うんうん、それこそカースト制度みたいに俺はこれをやる仕事に属してるんだと、でお前らはこっちをやる仕事に属してるんだみたいに分かれてると、じゃあそれぞれベストなパフォーマンスで違う分野で頑張りましょうみたいにこうなっていくのに対して、日本の場合は機能文化みたいなものがなくて、こう似たり寄ったりの集団がいっぱい並んでるんだけど、どの家も隣の家には負けたくないという形で競争していくので、ワンセット主義ってやつですね。まあ、ある意味ちょっとなんか懐かしさもあるんですが、こう高度成長期は例えばこう商社なら商社、あるいは鉄鋼なら鉄鋼、メーカーならメーカーとかで、どんな会社もとりあえず人揃い全部桃を揃えるのが、うん、まあ、まさにその会社としての格であるみたいなところがあって、うん、要するにそのもううちの会社はもうこの一芸だけでいきましょうみたいにあんまならずに、うん、全部やろうとしちゃうって、うん、あの欠点ワンセット主義で、うん、同業他社間での過当競争みたいなのが強くなっちゃって、うん、合併とかがうまくいかないと。これはやっぱり中根さん的にはそういうデメリットもあるというね、うん、隣と同じようなことをみんながやりたがって、うん、で隣との競争みたいな、そういうこうかなり狭い視野になっちゃって、うん、っていうところはあの、まあ、問題であるってことを指摘してて、でこれは多分当時はあんまりピンとこなかったと思うんですけど、うん、このグローバル化の中でその日本のその縦社会というかワンセット主義の欠点がもろにやっぱり出てきちゃいましたよね。もちろんそこで例えばこうトヨタと日産とホンダで競争し合うから、はい、日本車ってやっぱり事故起こさないよねみたいな品質向上みたいな方向に伸びていくといいんだけど、でもこれ以上ちょっともう品質上がらないでしょみたいな、むしろこれまで誰も思いついてなかったような iPhone とか作ってみたんですよみたいなことが大事になってくると、だんだん苦しくなってきたということがおそらくあるのかなというふうに思うんですけど、特に平成の間非常に強調されたのはこう日本っていうのはこう競争なさすぎだと、もっともっと日本人はお互い競争しなくてはいけないっていう、そうしないとこうイノベーションが起きなくてなんか日本は衰退してしまうんだみたいな話で、もう競争が全てにおいていいんだみたいになっていったわけなんですけど、しかし本当に日本人は競争してないのかってことだと思うんですよね。まさに中根さんがこう東大出身ということとイギリスのオックスフォード出身ということは決して同じ意味を持っていないというふうにこう書いて、結局イギリスというのは出自とか階級というもののステータスが非常に色濃く残っている縦社会じゃない横的な社会であるから、要するにオックスフォード出ましたよって言っても、いやでもあなた下の階級じゃないですかみたいな、つまり貴族の子弟とかなんか当然のようにオックスフォードに行くんだけど、すごい頑張って勉強して労働者階級だけどオックスフォード出ましたっていうふうに言っても、いやでも君出身は労働者階級でしょみたいにこう見られちゃうところがあるんだと。これに対してまあ日本の場合はそのどんな家で誰の子供として生まれているか、東大を出ましたっていうの、東大を出たんですか、そうですねみたいになるんだと。でこの中根さんが言ってる指摘を言い換えると、こういわば日本ではまあその大学というものが、あるいは大学入試っていうものが、いわば出自とか階級とかの違いすらもこういわばろ過して無効にしてくれる組織になっていたと。日本の場合は頑張って東大卒って取ればもうそこから前は遡られないんだと、僕は東大出てますっていうふうに言えるんだと。その意味でこう日本ってある意味こう純粋に競争してきたところがある。そうですね、だからそこは特に近代の日本のいいところでやってとは思いますね。まあ、それは結局近代の日本がキャッチアップするためにはともかく官僚を養成しなきゃいけないで、その官僚の養成のためには広く門戸を開いて実力主義能力主義でやっていくっていうふうにやったっていうところがまあ一番大きい。ただ一方で表裏の関係にあって、日本って実は世界的に見ても要するに自己責任論が強い社会だというふうに統計とかで言われてて、つまりお前が貧しいのはお前の努力が足りないからだってね、だから国家が福祉として福祉サービスで救済するっていうのはおかしいという意見が実はすごく強い社会であると。だからそれは頑張れば上に行けるというってことは、上に行けてないっていうのはお前の努力が足りないからみたいな議論になりがちですよね。なりがちであるっていうね。そこをやっぱり見誤えまったのがこう例えば平成の間の競争をもっとさせれば日本もっといけるはずみたいなことの失敗だったのかなという気がして、うんうん、